天体望遠鏡の部屋。スカイウォッチャー AZGTI 新スキャンプロサテライトトラッカー実践編。スカイウォッチャーの衛星追跡ソフトを使って国際宇宙ステーション ISS の追尾撮影を行いました。朝の5時前半ということで、頑張って早起きして寝ぼけながら準備を行い、ギリギリ撮影に間に合ったという感じです。もう少し早く起きればよかったと反省しています。 AZGTI の設置で水平出しから手間取ってしまい、アライメントも適当なところで切り上げるしかありませんでした。そのため追尾精度以前に最初の導入から失敗していて、半分以上の撮影時間を失ってしまいました。こちらは AZGTI のローカしたオーロラスポーツの映像です。シリウスでワンスターアライメントを行い、トラッキングの開始場所に移動を行っています。2分後にはトラッキング開始時刻になってしまうのでギリギリです。山の向こうで見えない状態からトラッキングが始まりました。予測通りに現れました。オーロラスポーツのセンター合わせができていないので少し中心からずれていますが、 ISS の動きに合わせて動いているのが確認できます。画面左端に流星が流れました。また画面左に流星が流れました。オリオン座流星群が次の日が極大日なので流れやすい状態です。まだメインカメラでは ISS を捉えることができていません。微動を使って調整しますが、トラッキング中はスムーズにモーターが回らないので変な音がします。画面中央下あたりに一瞬流星が流れます。
まだ ISS は光っている状態でトラッキングは続いていますが、建物に隠れてしまったので撮影終了です。次は PC 画面の作業状態です。まずプレビサットからトラッキングファイルを生成します。この日は1時間ほど前にも低い位置を通過していたため、それが終わってからでないと本命のトラッキング情報を取得できませんでした。なので割と直前の10分前ぐらいにデータ取得を行いました。 AZ-GTI とシンスキャンプロを接続します。今回は USB 有線接続ではなく Wi-Fi アダプタをノート PC に増設して無線接続としました。もう時間がないのでワンスターアライメントで済ませます。シリウスを使ってアライメントを行います。今回はステラナビゲーターを使用するつもりでしたが、焦っていたので内部時計と同期させるのをすっかり忘れています。このためステラナビゲーター上では時間が止まったままになっています。ロウトンはアキューターオプティクスの MAK80 で、 CMOS カメラは 2.8 分の1センサー搭載の QHY5346-2C を使用しています。オリジナルのバーティノフマスクを装着しているので3本線が見えます。まずはセンターに移動してアライメントを完了させます。サテライトトラッカーとシンスキャンプロを接続します。高精追尾状態になったのでピントを追い込みます。もう時間があまりありません。バーティノフマスクを外して動画のインターバル撮影設定を行います。と同時にテストトラッキングを実行して課題をトラッキング開始地点に移動させておきます。テストはすぐにキャンセルして本番のトラッキングを開始します。トラッキング開始まで残り1分ちょっとしかないので超ギリギリの時間でした。もうちょっといろいろ事前調整しておきたかったところですが仕方ありません。本番突入です。Thank you.
ステラナビゲータは、内部時計との同期をすっかり忘れているので、ISS の位置を正しく表示していません。ただし、望遠鏡の向きは正しく表示できるので、トラッキングが動作しているのは確認できました。肝心のメインカメラの映像ですが、キャプチャは進行しているのに何も表示されません。トラッキングはどんどん進んでいくので、焦ってしまいます。ファインダーと微動を使って、なんとか視野に入れようとしていますが、全然入ってくれません。事前に、ファインダーの調整は済ませていましたが、ちょっとずれていたようです。天頂付近で、ようやく明るい ISS を捉えることができました。撮影パラメータについては全く分かっていなかったので、現場合わせです。完全に白飛びしているので、シャッター速度で調整します。ゲインは240固定のままとしました。アライメントがいい加減なので、トラッキングが少しずつずれていってしまいます。しかし、手動でトラッキングするよりは、はるかに楽であるのは確かです。それらしい形状を確認することができたので、正直驚いています。後半、トラッキングがどんどん安定してきた感じがしますが、ピタッと止まることはなくて、細かく振動してしまうようです。なので、できるだけ高速シャッターで撮影しないとダメっぽいです。今回、焦点距離 800mm で 2.8 分の1インチセンサーを使った時の映り具合が分かったのですが、できればもう少し大きく、そしてディテールも撮りたいです。次は、バローレンズを使ってトライしてみようかと思います。続く。